今3月9日のイベントの打ち合わせでね集まっております。ゆきのさんで、ね、メッセージ送ってると思うんですけれど、ぜひ出店お待ちしております。ね、たくさん言ってくれてありがとうって、ね、あのぜひね、ゆきのさんの出店私たちみんな待ってますので、ね、何やってんの、何やってんの、私たち来たよ、鬼鬼鬼じゃない、こんなね天使みたいな私たち2人捕まえてね、鬼やっただろ、よく鬼、普通の中敷きはいいのは足が、確かにね、グリグリするやつだけど、今回3月9日にあの足のね中敷きのインソールの本当専門の人も出店してくださるので、あの腰痛とか膝痛とかねお悩みで、あのちょっとねあの姿勢とかも気になってるなっていう方はね、とてもおすすめなので、よかったら3月9日ね、あのぜひ横浜にお越しくださいませ。ね、ちびさんもね、よかったらね、コメントいただけたらね、嬉しいです。ゆきのさんもね、バラありがとうございます。何かわいこぶってましたね。あ、マスクしてると何も食べられないよ。マスクって何も食べられないから、もうあっち行きます。あ、五郎さんもね、こんばんは、ごきげんよう。でも男の人が多くんだね、再生するのはね。あ、やっぱりあの美人占い師なのでね、美人な2人が写ってるのでね、やっぱり男性が多いのかな。どこも写ってないけど、こっち行ってます。俺いるんだよって。先生、あの1回1回マスクしなきゃいけないから、今ね、あの久さんのためにマスクつけてますので、ちょっとお待ちください。あ、来た来た。先生、ありがとうね、あの6号星ね。これからあのドムオリジナル T シャツとかオリジナルパーカーを作るのに、ひさちゃんの方に頼んでね、商用していいようなデザインを作ってもらってね、着て歩けるお守りという、ね、T シャツをね販売しますんでね、よかったらみんなどしどし買ってね。以上。あ、ゆるりちゃんも来てたの。ゆるりちゃんも来てくれたかな。あ、ゆるりちゃんこんばんは、ごきげんよう。フェデリックさん、あ、ハートミーありがとう。もう何ですかこれ、ね、ゆるりちゃんがねいるって言った途端戻ってきちゃって、何なの。ゆるりちゃんはあのうちの宣伝部長だからね。宣伝部長。ゆるりちゃんはすごい3月9日のイベントをめちゃめちゃ応援してくれてね、あのライブ配信でも言ってくれてんの、ね、なんでね、みんなね呼吸する数と同じくらい3月の9日の、ね、イベントね宣伝してくださいね。なんかいっぱいいる。今日はね、アルデックさんも、そう、3人でちょっと打ち合わせがあってるんで、ね、ごきげんよう。アルデックさんはもうさ、あの格闘技もすごいしさ、あれだね、ギターもするし、いや本当音上手なんですよ、うん、あの高音がすごい素敵です ね、そうそうそう、ね、みんなのアルデックさんとか遊び行ってくださいね。ね、皆さんぜひつながり合ってもください。そしてね、3月9日は皆さんぜひスケジュール帳に横浜のイベントっていうことで、あのぜひね、あの予定入れてください、ね、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。あ、なんか映れちゃった。もうね、ヨッシーさん、ね、ヨッシーさんこんばんは、ごきげんよう。ヨッシーさんいいの。ヨッシーさん来てくれたみたい。あ、ハートミーありがとうございます。ごきげんよう、こんばんは。ね、もうみんなでつながってくれたら、沙織先生一人くらい外しても大丈夫ですからね。なんでそういうこと言うの。どうしてそういういつも嫌な顔。大丈夫じゃん、他つながってれば。失礼しちゃうな。すぐね、あの自分が一番になるために人を貶めようとするんですよ。ね、本当ね、あの、よくないと思う。皆さんお揃いでって感じで。沙織先生だって1センチしか減ってるやつ。最低かよって。ね、私だから喋ってるからちょっとじゃあ見て。最低かよって、最低かよって、あ、小人さん、最低だよ。最低だよ。沙織先生は画面か、あ、違うんですよ、フォローっていうか。そう、最低はもう俺 の、 あの褒め言葉だから。あ、ハンドハート、ヨシさん。あ、ありがとうございます、ハンドハート、ありがとう。あ、なんだろう、これ豚まん、豚まんですか。あ、ゆるりちゃんも豚まん、ありがとう。かわいい。あ、お守り。小人さんね、いいことがありますように。そんなあのギフトいらないんですよ。これ、沙織先生のところ。またそうやって、ね。またそうやって。宝箱入ってる。宝箱入ってるからみんなもらってね。あ、はい。お気をつけて、ヨシーさん。また、ぜひぜひ。ありがとうございます。ヨシーさんね、4月にね、自由が丘でね、自由が丘でライブやるからね、ヨシーさん。よかったらみんな繋がってね。ね、トム先生、今日かっこいいって。いや、それ違ってる。それね、あの違う。今日も。今日も。今日ですね。今日かっこいい。日本語って難しいと思うんだけど、
今日もね、うん、この間誰かのさコメントにも言ってたよ、ね、ああそれはランマイちゃんな今日もってあよくできました。あもうすごい、もう自分から求めてくる。皆さんね、よかったね、どんどんなんかほら人間が人を見つけこの時間になったら少し、あ私も一度お会いしたいですって、あの皆さんね、よかったら3月9日横浜の山下公園の向かい側にある産業貿易センターというビルで私たちね占いイベントやります。あの渋谷、あ今ね銀座にいますね。銀座やっぱあれだよ、もういつもなんかライト持って歩かないかな。まあね、ライトあるとね3割増しぐらいで綺麗に見える。だからみんな実際だったら沙織先生とか3割あれ減ですからね。いや私は実物の方がいいっていつも言われます。だって今自分だったらもともと綺麗だと思ってましたけど本当に沙織先生あったら今3割増し食ったんだから実際だったら3割減に決まってんじゃん。女優ライトね、女優ライト欲しいですね。でもね、私ね、最近はそうでもないと思うんですけど、TikTok の動画出し始めた時は、日によって顔のね、クオリティが違うとかって言って、毎日顔が違うのはなんでなんだって言って。それはあれだろう、エフェクトをいろいろ選んでる頃だったから。そんなことないよ。はい、ありがとうございます。じゃあ終わりだね。